川津桜、早くも見ごろ川沿い4キロに800本に、約60年前に地元住民が1本の容器を見つけて育て、新種として命名された。川津川沿い約4キロに植えられた約800本の桜は、2月18日時点で早くも7から8分咲きに、濃いピンクに色づいている。